さて、先日完成しました番組のノベルティーグッズ、はい、ジャークチキントート、はい、って感じですね。ですね。クリスさんが日記代わりに書いたジャークチキンのスケッチが結構衝撃的で、それをそのままグッズにしたという。そのルートとさんね、全面協力のもと、ね、奥さんがアレンジしてくださってね、ありがとうございます。で、あの3名の方にプレゼントということで募集をさせていただきましたところ、はい、たくさんの方が尻尾を振っていただいて、はい、あっつって相当な数来てるらしいですね。いや本当にありがとうとですすごいたくさんいただいていて、はい、で、ほら応募の時に、はい、私にとってのジャークチキンあれば、まあ、つまりあんまり有名じゃないんだけど、はい、結構なんか来たなっていう食べ物とか、ちょっと響きが気になるみたいな、うん、その名前が気になるみたいなところですよね、うん、それを、はい、皆さんいろいろ寄せてくださって、結構あるんですね。すごくありまして、うん、どうしよう、ちょっと今ホキさんとね、私もいろいろ気になったのを、うん、たくさんの中から見ているのをちょっとご紹介させていただきます。はい、で、確かクリス・ペプラーさんも別の番組でジャークチキンのことかな、お好きとおっしゃってましたよね。そうなんですか。意外とハーフの方に人気なんですね。ハーフ縛り。そうかな。クリス縛り。そうなのね。でも、いろいろこのクリスさんに関しても来てるんでね。まゆみさんは、はい、好きなマイナーご飯は、韓国ののぐりです。のぐり？のぐりかな？のぐり？インスタントの袋麺で、やや辛めの海鮮お出汁が美味しく、ウインナー、ネギ、キノコ、ワカメと一緒に煮込み、最後の方に卵を加え、食べる直前にとろけるチーズを乗せると最高です。カルディで買えるのでぜひだって。美味しそうですけどね。のぐりなんですか？のぐり？のぐりかな？のぐりってことですか？チマチョゴリ。のぐる。のぐり。のぐる。のぐり。知らないのに活用していくっていう。活用だけ始めるっていうね。先を行きましたね、ちょっと。まゆみさんも、うん、この間クリス・ペプラーさんが、ジャークチキン、今俺一番ハマってんだよ、とおっしゃっていました。本当ですか？あ、ちょっと聞き逃してる。一番ハマってるまで言います？うん、あ、アミちゃん。アミちゃんは私にとってのジャークチキンは、天ぷらや炒め物などの春菊がメインの料理です。春菊、春菊、ね。時期的にはいいですけどね。TOKIO HOT 100 でクリス・ペプラーさんが家でジャークチキン美味しく作れるようになったと言っていました。作り出した、食べるだけじゃないんですか？ちょっと待って、話取れるけど、狛犬小町さんも、はい、クリス・ペプラーさんが TOKIO HOT 100 で、はい、月に2回ジャークチキンを作ることハマっていると番組でおっしゃっていました。各種ちょっとあのイケボイスができないけど、JF のナビゲーターの皆さんの中でジャークチキンが来てるなと思い、クリエイドにメールしなきゃと思いました。いやー、これでも JWAVE 二大クリスのね、戦争、これあれですよね。戦争は何も、ジャークチキンをめぐっていよいよ勃発じゃないですか。全然ですよ、むしろジャークチキン盛り上げていきたいぐらいですよ。月に2回作って食べるって相当ですよ。クリスさん作ってらっしゃるんですね。むしろあれですね、クリスさん、クリス・ペプラーさんにジャークチキンの絵を描いていただいて、ジャークチキントートバッグ第2弾はどうでしょうね。クリス・トートで。ジャークチキン縛りで、そうです。で、クリス縛りみたいな感じでいく。おかしい。ペプラーってなんか料理っぽいですよね。今、もうそういう頭にもなっちゃってるのかもしれない。ペプラーさんですか、ペプラー。子牛のペプラーみたいな、なんかありそうですそう、ペプラーさんに怒られるよ。なんで怒られるんですか。失礼か、うん、でもちょっとこれ聞き逃してましたね。なるほど、うん、そうなんですね。これから来るのかも。で、全然きっとクリスさんはもちろんクリエイティオでっていうことじゃなく、うん、あの独自のルート、独自のルートでハマってる。別口ですね。いや、びっくりだな。来てますね。来てますね。なるほど。やっぱりだから、まあ、もともと私も言ってますけど、美味しいんですよ。そこが抜けがちですけど。確かに、そこが確かに。抜けがちなんですけど。確かに。まあ、ほら、あの、ジャークチキンスパイスとかも売ってますし、全然できるんですよ。そうなんですね。そうです、そうです。へぇ、うん、まだ現物見たことないからな、うん。ちょっとこのペブラーさんがどうやってやってるか、こっそり。確かに。確認しときましょう。気になりますね。ね、うん。